太鼓寺は福島県北方市にある総東州の寺院。三号は福寿山。境内には千寿観音を祀る観音堂や薬師堂があり、観音堂は合図33観音の第9番札所、縁田観音として知られる。新編合図風土記には合図33観音巡礼の位置なりという記述はなく、近世以降に第9番札所として、 大木の上安寺、大木、観音、竹屋の観音寺、竹屋観音と並び、北方市潮川町の三霊城の一つになったと推測される。大光寺は三号を、福寿山といい、北方市熱園にある次元寺の末寺である。平安初期の頃からの古刹で、当時の観音堂は七間四方あり、柱に金を散りばめ、屋根は、日和田吹きであった。その他にも、三重の塔を、 はじめ百七八十のお堂や三十六坊院が立ち並び、その様が僧霊を極めたため大閤寺と呼ばれたという。寺領は三百貫分、年々瀬垣の量もあり、瀬垣殿という地名になって残ったほどと伝えられる。いつしか寺領を失い、同儀も大破していたのを、越後国より、安沖名という僧が来てこの寺を再興し、それまでの信言の寺を相当に改め、 次元寺の末寺とした。その後、慶長15年とら正月2日、高寺市前寺令岩尾沢山と直によって再解散された。観音堂に安置してあった、木造千珠観音像は、運慶の作と伝えられ、霊言も多くありその他にも古物が多くあったが、数度の火災でこれを失い、現在はその後に作られた心臓のみが安置されている。 直玉枝か照らし全事例。岩尾沢大和小悟山集計大和唱事法。関鉄大和唱教、峰里司令。大和なお徳外全随大和小進む選定官。大和唱松屋本領大和唱生残行。大和なおなる山領土大和唱素養無前大和小。悟三日大和唱。東竹松運大和唱最中高祖、学良前大和唱道学対安。 大和なおそ参道州大和尚行動実産大和尚、海運道流大和尚、コシグモ東流大和尚大、キラ流大和尚東田観音堂、福寿山大光寺境内にある、薬師堂公共交通機関車での参拝者で、参拝する場合は、福寿山大光寺、境内入り口より参道を車で進入し、駐車スペースが利用可能。付近の合図33観音札所観光スポット。 ありがとうございます。